キャプチャーをすればいいんだよね。これかな？これで合ってる？さっきの画面なんだけど。これで合ってるよね。これをどうすればいいのかな。はい、ワード2。バレーニョさん、ワード2です。ユースケさんいらっしゃい。ムチマルさんいらっしゃい。ありがとうね、大竹さん、調べてくれて。これが何なのかだよな。画面。これね、全体キャプチャーになっちゃうんですよ。画面全体をキャプチャーになっちゃうんだよね。一応ワード2。これ新しい方ですね。クラシックの方です。外枠に赤い枠で、それを折るときを押しながらドラッグ。マジか！そんな簡単なの？これを、これででかくしたりしてるんだけど、これを折ると押しながら、折ると押しながら、どういうことだ？折ると押しながら、赤い線、それを折ると押しながらドラッグすると、クロップ。折ると押しながら。うわ、難しいな、これ。どういうこと？これをオルトをしながらやると。全体をキャプチャーしてるじゃん。ちょっと待って、よくわかんねえな。ちょっと待って、俺が使いこなせてないから、クロップできる。どういうこと？どういうこと？これのクロップできるってことは、これをこうして、難しくねえか、これ。超むずいんだけど。むずくね？むずいんだけど、これクロップしてこうやってやってコメント欄を出すってこと？むずっ。これをこうやってやって、画面崩れない？どうなの？画面崩れない？見えてる？解像度どう？例えばこうやってやって、これを、いや、そんなことねえな。いや、そんなことねえな。意外といけちゃう感じだな。これくらいにすればいいのか。そして、そういうことか。これはでかすぎるな。でかいでかい。オルト、そういうことか。オルトをしながらこうやってやって、こうやってやると、いけてるね。いけてる。ありがとう。そういうことね。そういう理屈ね。はいはいはい。いや、ふわっちの PC が新しくなったわけじゃなくて、俺が新しい機能を追加してるんですよ。そういうことか。はい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 。オルトでこうやってやっていくと、すごい。なんか変なことになってる。あれ？治った。なるほど。これをまずこうやってやると。これいいじゃん。恥ずかしいけど、ね。恥ずかしいよね。これは。で、ここに映像、画像。いいじゃん。ありがとう。助かったわ。なるほど。こうやってやるんだ。ありがとう。助かったわ。めちゃめちゃ助かったわ。ありがとう。ありがとう、おたけさん。いや、マジで本当に助かった。マジで本当に助かったよ。そうなんだよ。いろいろやりたかったことがいろいろできるんだよ。これができると。ただ、なんだろう。これね、画面のサイズが1280の720じゃないんだよな。これがなんで、画面フルで画像されてるなあ。されてる。あれ？違うな。やっぱりね、画面のサイズのアスペクト比がおかしいんだよね、ちょっと。なんでなんだろう。このキャンパスのサイズがおかしいんだよな。あれ？いや、おかしいよ、これ。おかしい。おかしいか？ちょっと待って。映像キャプチャー、画面キャプチャー。風船プレゼント。なんだこれ。なんだこれ。なんでこれが映り込んでんの？ああ、そういうことか。俺が邪魔してるんだ。風船プレゼントありがとう。で、これが上に来てるから、こうなって、ありがとう。これでね、多分ね、YouTube のリスナーも、コメントで何言ってるかわかんねえよっていう現象がかなりなくなると思うんだよね、これで。ははは、こういう機能なんだ。おー。はい、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。よくない？どうよ、これ。いろいろできるぜ。ここにゲーム画面映すこともできるんだから。いや、これめっちゃいいじゃん。ありだな。これをこうしていくと。わわわ。いや、いいよ、いいよ、いいよ。和道の放送っぽくなってきたよ、だんだん。和道の放送っぽくなってきたね。うん。これをこうして。あ、カメラ止まった。ちょっと待って。このね、カメラの軌道がやっぱ変なんだよな。うんカメラ止まったな。映像キャプチャーデバイス。これで2カメで動かせるね。ピンボケをちょっと解消して。これ要は何がしたいかっていうと、旅配信でワイプで外カメと内カメができるんですよ、これで。要はパソコン持って自分の顔をボケるなやってこうやって外配信ができるとわかる。旅のこういう視点ができるんですよ。逆か。旅のこういう視点ができるんだよね。わかる？わかりる？これ便利じゃない？わかる。旅をしながらこういう映像が作れるんですよ。でかくない？シフトキーで登録するとアスヒを変えられる。ほー。シフトキーでアスヒを変更か。こうやってやって。これをこうか。これで旅配信だいぶ面白くなるんじゃないの？ちょっと画像の構成がおかしいな。ねえ、これでだいぶ旅配信充実するでしょ。どうよ。どうこれ。いいんじゃない？これ面白くない？旅配信だいぶ充実しそうな気がするんだけど。いいじゃん。映像キャプチャーを一番上にして、すごい豪華になったよね。いや、前々からやらなきゃと思ってたんだけど、それがなかなかできなくて、こうすればいいのか。これでいいんじゃん。レイヤー構造もしっかりしてるから、これ良くないっすか？どうよ。おたけさんマジでありがとう。感謝です。おたけさん本当ありがとうございます。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。カメラが2つあったら、そういうこと。ワイプっていう技術なんだけど、ワイプっていうのはもっと画像を小さくすることをワイプっていうんだけど、こういうもう本当にこれくらいのサイズでこうやってて、すごーいとか女の子がやったり、へーとか顔芸ってやつだよね。これがワイプ芸ってやつなんだけど、簡単に言うと生放送の場合、画面が限定されるっていう。だから俺携帯配信が嫌だって前からこだわってたんだよ。これだと外配信の外の状況と俺のリアクションが同時に受け取れるから、映像表現の幅が簡単に言うと広がるんだよね。うん。だからゲーム実況とかもこれでできるし。あとね、チェックしたいんだけど、あんたたち行くわよ。これどう？エコーかかった？声がまだ、そう、確認、タイムシフト見れてないから。そうそう、顔芸、顔芸。配信者は顔芸に特化しすぎなんだって。これは顔芸いらなくなるんだよね。リバーブ OK。リバーブ OK。あれ？映像止まった？よかったよかった。いやー、これは配信者として、ね、音声の環境も整えたし、映像の環境も整えたから、もっと上見せてとかさ、できるじゃん。これはでかいよ。これは相当進化したよね。いいね。ちょっと重たいかな、映像が。これはだいぶいいね。あ、おはよう、ロハコさん。元気？おはよう。エコー OK か。いいね。いやー、ニコ生の培ってきた技術が、ここで活かされるね。映像はかくついてる？どう？映像かくついてる？ぬるぬる？あ、元気か。あ、ロコさん、セコンドよろしくね。すごい大変なことになってるよ。超盛り上がってるよ。席ね、300席なんだけど、先行販売のチケットソールドアウトしたよ、1分で。映像もカクカクじゃない。大丈夫。いいね。いやー、楽しくなってきたね、これは。うん。いいや。このソフトいいね、OBS。無料でこれをタダで配ってんだから、すごい時代だよな。本当に。すげえよな。うん。うん。そうそう、ロハコさん、よろしくね、6月10日。コメ欄の上の方のカメラの画質悪いのはデフォ。これはね、内蔵カメラ。こっちの方だと思うんだけど、これ今正面向いてる方は内蔵カメラなんで、画質が悪いんですよ。こっちの方は、ちょっと画質がいい。外付けのウェブカムなんで。あ、これはしょうがないかなと思ってる。うん。大丈夫。いいね。ちょっと俺のモニターだとカクつくんだよね。更新してみようか。ぬるぬる？映像止まらない。大丈夫？ぬるぬる？普通、いや、これはね、画質をアップにしてるから画質悪いんだよ。簡単に言うとこういう感じ。こうね、ウィーンってやって、画質が上げてるから。もう画像を引き伸ばせば引き伸ばすほど画質って悪くなるでしょ。これアップにしてるからなんだよ。小さくすれば、普通の適切なサイズに戻せば、画質はそんな悪くなくなるよ。そういうことね。こういう感じ。こっちの方は画質がいいんだよ。こっちのモニターでカクつくのはエンコードしながらだからです。あ、うまく動いてるんだ。なるほど。助かります。本来なら数千円かかって文句ないレベルが無料ってすごいですよね、本当に。これが無料なんすもん、バレーニョさん。マジで笑いますよね。いや、本当にすごい時代来たよね。やべえよな。あー、でも旅配信の課題これでクリアできたわ。よかった。超よかったわ。まあでも、ちょっとくどいな。自分の画面が2つあるっていうのはちょっとくどいっすね。画面に同じ顔が2つあるっていうのはほんとなんかやだな。キングスライム定点カメラでもいいし。これはあとは配置をどうするかだな。うん。コメント欄をどこに表示するのがいいかなんだよな。そっか、これを2つ、1つにすればいいのか。こうすればいいのかな。これくらいだったら邪魔にならないよね。誰かさ、長文、マックス長文、あーでいいからさ、マックス長文書いてみてくんない？ザーってさ、コメント欄に一番長いやつ書いてもらってもいいですか、コメント。マックスの長文書いてもらってもいいですか。風船プレゼントありがとう。なんまさんって読むのかな。なんまさんありがとう。これがマックスか。大竹さんありがとう。オルトを押しながら、あ、消えちゃったよ。ちょっともう一回、あーって打って。消えちゃったじゃん。バレーニョさん。行く、ありがとう。行く、ありがとう。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。書かないで。誰か一回長文書いて。コメント書くなっつうの。キャプチャーしれんで、今。あー、ありがとう。ちょっと待って。これだな。このサイズ。OK、ありがとう。OK、成功。これだ。要はこれだけキャプチャーしておけば、このサイズでキャプチャーしておけば、全文コメント返せるわけだ。これは面白いでしょ。これはいいね。これはいい機能だわ。うん、5行までいけるっていう。これ何がいいかっていうと、俺 YouTube に録画を残してるんだけど、YouTube の人ってコメント欄見えないから、なんつうんだろうな。結構ね、一人語りのように見えて会話が読み取れなかったりするんだよ。だけど、このキャプチャー画像をつけることによって、今この人と会話をしてるんだっていうのが画面上で伝わるからね、結構ありがたいんだよね。風船プレゼントありがとう。そう、今アイテムをもらったから風船ありがとうって言ってんだっていうのもこれで伝わるでしょ。いや、これはいいや。ありがたいですね。いやー、よかったよかった。新しいフォロワーさん、ジャグ上敗軍団さん、フォローありがとう。いやー、助かった。ありがとうございます。おたけさん、ありがとう。ほんと助かったよ。うん。いいよね。まきぐそさんいらっしゃい。いや、これはいいや。だいぶ助かるわ。いや、ほんとありがとう。いや、嬉しいよ、ほんとに。なかなかこういう風にしてもらえることないからね。よくしてもらえること。こうすればいいのか。風船プレゼントありがとう。ネット画像も出せる。そう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 。キャプチャーができるからゲーム配信ができるんだよ。ゲーム配信やるか。何やろうかな。いろんな応用っていうか、ようやく配信として、最先端っていうか、トップが使ってる技術。昔ニコ生でやってたんですけど、Mac でやってたのね。それがね、ようやく使えるようになったのはでかいなと思ってて。これくらいの音の方が聞こえやすい、みんな。ちょっと音でかくします。これくらいでいくね。これができれば何でもできるからね。ちょっと BGM 追加します。ちょっと BGM 聞こえたら教えて。手挙げて。BGM 聞こえたら手挙げてください。お、聞こえた。大丈夫だね。BGM 問題ないでしょ。で、これに何やろうかな。じゃあ。これでBGM 気持ち下げ、了解。違う、こっちで回ってるんだ。これでどう？これで OK でしょ。違うわ。こっちデスクトップ音声って言って、要は二重に音を拾ってたわ。申し訳ない。下げすぎ？どう？聞こえる？バランスが変わっちゃったんだな、多分。どう？これくらいで。OK。ありがとう。で、聞こえる？大丈夫？そうだね。俺はこれくらいでもいいのかなと思うけど、下げすぎかな。で、これができると何ができるのかを今からやってきますよ。画面キャプチャー。これができると、こういうことができますよ。あれ？画面キャプチャーできてない。画面キャプチャーされてないよね。画面のキャプチャー。メインならそれくらいで OK。うん、話メインだね、俺は。ゲームのキャプチャーじゃなくて映像キャプチャーデバイス。画像じゃなくて画面のキャプチャー。ゲームと。あれ、画面のキャプチャーができなくなったな。なんでだろう。え、なんだ。あ、画面のキャプチャーってもしかして1個しかできないこれ。あ、そういう感じか。あ、画面のキャプチャー1個しかできない感じだこれ。なるほど。じゃあコメント欄をキャプチャーする場合、既存を追加、新規追加。既存を追加でいいのかな。既存を追加じゃない、新規を追加。うわぁ、画面出てこねえ。キャプチャー一発しか使えない感じか。なるほどね。例えばなんだけど、ゲーム配信やってみようかなと思ったんだよね、今。ゲーム配信試しに見てみる？できるんだけどさ。見せようか、せっかくだから。これをこうして。こうしてあ、間違えた。あー、めんどくせえな。ゲーム配信、あー、めんどくせえ、これ。めんどくせえ。ちょっと慣れてなくて申し訳ない。これか。画面キャプションによくさ。ホラーゲーム実況でゲームプレイヤービビった。うん、できるできる。ただね、ウェブ限定なんだよね、今のところね。それがちょっとネックかもしんないけど。こうしてまあ慣れてなくて申し訳ない。こんな感じか。どう？見えてる？ハイスコアが表示されてないから、これをこうして、そう間違えた。こうか、いいんじゃない？これでゲーム配信ができるはずなんだけどな。見えてる？やってみようか。トゥースタートスペース。やろうか。音量ちょうどいい？音量ちょうど、あ、危ねえ。見れてる？いや、コメント欄が見えない。やべえ、面白い。やばいね、面白いね、これ。危ない、危ない、危ない。危ない危ない、危ない。危ない、危ない。見えてる。あ、これ盛り上がるね。配信に向いてるね。やばい、やばい。そう、面白いんだけど。お、くっついた。危ない、危ない。マジかよ。いや、マジかよ。ないわ、今の。どこまでいけるか。こういうの楽しいよね。ゲーム配信できるようになったのすげえ楽しいんだけど。久々なんだけど、配信でゲーム。いや、でも喋りながらこれゲームやんのめっちゃきついよ。見えてる？音も聞こえる？大丈夫？いや、行きたい。ここで男を見せたい、俺は。男和道をね。いけ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 。もうマジかよ。ふざけんなよ。音でかいかな。いや、これ、見てらもうお前、今、パソコン集中してたじゃん。ふざけんなよ、マジで。ちょっとこれやろうよ。ちょっとゲーム配信でもいい？申し訳ないけど。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。